はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずえこです。それでは今回なんですけども、GoToEat キャンペーンが規約変更へ、変更点の解説や各オンライン予約サイト情報まとめということで、今回は連日動画にさせていただいてます、GoToEat キャンペーンについてですね。この動画ではタイトル通り、ちょっとした規約の変更についてと、あとイン、オンライン飲食予約サイトを僕なりに情報をですね、簡単にまとめましたので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 で、一応ですね、こちらの動画をご覧になる前に、これまで僕は GoToEat キャンペーンの動画を3つほど出しております。まあ、1つ目の動画は概要について、そして2番目はポイントについて、そして3番目は GoToEat キャンペーンのメリットやデメリットについてお伝えしてますので、まだこれら見られてない方はですね、ぜひ順を追ってみていただければなと思います。で、GoToEat キャンペーンについては、まあ、2種類あるんですけども、まあ、例のごとくですね。まあ、僕がピックアップするのは今回、オンライン飲食予約についてピックアップをします。 で、まあ、ここ最近ね、ま、いろいろと GoToEat キャンペーンに関するニュースが上がってまして、そこで、まあ、ここに関する、まあ、ルール変更というのがありましたので、まあ、ここについてお伝えするんですが、まあ、今回そのルール変更が加わったのは、このオンライン飲食予約サイトの、僕が確認する限りはこのグルナビ食べログホットペッパーですね。これら3つのサイトでルール変更がありました。 で、今回そのルール変更が加わったのは、まあランチタイムとディナータイム、今出てる通りの条件となるんですけども、見ていただきたいのはここですね。ランチタイムの7時から14時59分の税込み500円以上というところと、ディナータイムの15時から、 税込み1000円以上というところですね。これを満たすことによって、ポイント加算の対象ということになります。まあ、これまではね、その500円以内とか、まあ、かなり少額の決済をしても、ポイント付与されるということだったんですが、まあ、いわゆるね、ちょっと話題になってたあの、取引族の問題とかね。まあ、そういったことがあった経緯もあり、今回から、 グルナビ、ホットペッパー、グルメ、そして食べログに関してはランチタイムでは税込500円以上、そしてディナータイムの場合は税込み1000円以上のお会計をしたらポイントがそれぞれ500ポイントであったりとか1000ポイントがもらえるという計算となります。まあ、他のサイトはね、ちょっとわかんないんですけども、今僕がこの動画を作成している10月の11日日曜日現在は、 この3つのサイトで確認ができました。もしかすると、まあ、日が経つにつれてね、他のグルメサイトも同じような状況になっていくのかなというふうに予想をしておりますで。あとですね、まあ、これはお店によるかもしれないんですが、席のみの予約を排除したりとか、あとはその税込み1000円以上とかではなくて、3000円以上とか3500円以上限定とか、結構そのお店によってルールが結構変わってきたりしてるんですよね。まあ、これはもう予約をするときに、まあ、例えばその電話をして確認をしたりとか、まあ、ネット上で確認 できることは確認して気になるとこはま直接お店に聞いてみるのが一番いいかなと思いますまあ、けどまあ僕が利用している店舗に関してはまだ席のみの予約でも全然行けるとこもあったりとかまそういったところもあったりするのでまあそこはご自身がどのサイトを使うかによって変わると思いますのでぜひここは事前にチェックした上で利用してみてください以上がこのルール変更についてでしたそれでは次ですね こちら、オンライン飲食予約サイトをまとめということで、まあ、これまでね、ちょっと動画の中でポイントについての動画をアップしたことがあったんですけども、まあ、その時にお伝えして、お伝えしきれなかった部分っていうのもあったので、まあ、それも踏まえてですね、僕の方で簡単にまとめてみました。今回ですね、今出てるこのオンライン飲食予約サイトの中でピックアップするのは、こちらの5つのオンライン飲食予約サイトをまとめてみました。で、僕の方でですね、簡単な、ま、フォーマットを作ってみましたので、これをちょっとですね、それぞれのサイトについてま、埋めていこうと思います。 まず最初は、まあこれまでちょっと動画でも紹介したことがあるグルナビからですね。まあちょっと上から見ていこうと思うんですが、まずポイント付与日に関しては、来店日の翌日から8日後。 で、ポイント付与上限に関しては、1日2回までで、これ、なんと月に10回までとなってます。なので、まあ、月に毎日使っても、月に10回までしか使うことができませんので、ここは気をつけてください。次に、ポイントの有効期限に関しては、付与日から60日までとなってますので、まあ、なるべく早く届いたら、まあ、付与されたら、まあ、早く使うのが一番いいですね。で、次に、GoTo イ a ト以外に貯まるポイントということで、これ、楽天ポイントが予約するたびに貯まります。 で、次に、ま、グルメサイトによるんですけども、独自の特典とかキャンペーンなんですけども、グルナビは特に行ってませんでしたので、これはなしとさせていただきます。次に、相性のいいポイントサイトということで、ま、これはね、僕がこれまで GoToEat キャンペーンの動画を出すたびに、ポイントサイト紹介させていただいたこともあったんですけども、今、10月11日現在で、ま、相性のいい、グルナビと相性の良い,いポイントサイトを紹介させていただくと、笑うといいしなということですね。 まあ石ナビはね、前回、前々回くらいの時の動画で紹介したんですが、今ざっと出てるのはこんな感じですね。上が石ナビで下が笑う。 で、もし EC ナビ経由をしてグルナビを予約したら70円相当のポイントがもらえて、笑うを経由してグルナビで予約をしたら90円相当がもらえます。なのでまあ EC ナビ登録されている方はね、この方法でもいいと思いますし、すでに笑うを登録されている方、もしくはもちろん新規でね、登録されている方は、笑う経由でグルナビに、まあ、飲食店予約するのもいいと思います。で、続きましてホットペッパーグルメですね。これも以前紹介しましたね。 まあちょっとプラスアルファの情報もあるんですけども、まずポイントの付与日なんですが、来店から7日後。で、ポイント付与上限に関しては、今のところこれなしっていう感じですね。ちょっと調べる限り、今のところ出てこなかったので、今のところはポイント付与上限はなしとさせていただいてます。次、ポイントの有効期限なんですけども、ポイント加算日の翌々月末ということですので、約まあ2ヶ月ぐらいかなという感じですかね。 次に GoToEat 以外に貯まるポイントはポンタポイントこれ予約するたびにホットペッパーグルメではポンタポイントが貯まります。で、独自の特典としたら今のところホットペッパーグルメはないですね。次に相性の良い,いポイントサイト。これは10月の11日時点では笑うと EC ナビということなんですが。まあ、これね、EC ナビに関してはね、前回も紹介してるんですけども、笑うに関しても、今現在笑うを経由してホットペッパーグルメに予約したら100円相当のポイントをもらうことができます。これもめっちゃお得ですよね。 で続きまして、食べログですね。でまず、ポイントの付与日なんですけども、翌月の10日頃まで。でポイントの付与上限に関しては、同一店舗で月に2万ポイントまでとなっております。で次、有効期限に関しては、一応調べる限りは、2021年の3月31日、水曜日23時59分の予約分まで有効ということでしたので、まあ、多分これは間違いないと思います。かなり長いなという印象なんですけども、おそらくここが有効期限だと思います。 次、GoToEat 以外で貯まるポイントとして T ポイント。で、食べログに関しては独自の特典は今のところなかったですね。で、相性のいいポイントサイトは10月11日時点では EC ナビということで、まあ、EC ナビを経由して食べログに予約すると、80円相当分のポイントをもらうことができます。次、Yahoo Japan ロコということで、Yahoo ですね。まあ、ここも、これはまだ初めてまとめさせていただいたんですが、 まず、ポイント付与日に関しては、来店日より7日後以降、まあ1週間後に入ってくると。ポイント付与上限に関しては、1予約につき10名分ということで、で、それに加えてですね、来店回数は1日2回まで、同一店舗は1日1回までとなっております。で、ポイントの有効期限は60日間ということですので、まあ付与されたらね、結構早く使うのがベストですね。 で、ヤフロコでは GoTo イ a ト以外に貯まるポイントとして PayPay ペイペイボーナスライトが貯まります。なのでね、PayPay ペイペイを普段から利用される方は、ここのヤフロコを使うのもいいと思います。で、独自の特典に関しては、ヤフロコでは今んところありということですので、どんなキャンペーンがあるかというと、ここですね、ロコ初回限定キャンペーン、エントリー後の利用で20%もらえる。 11月30日月曜日の23時59分までということですので、まあ、このヤフロコを初めて使う方限定なんですけども、まあ、そのお会計分の20%分が還元されるということですね。まあ、これに参加される場合は必ずこのキャンペーンページでエントリー必須ということになってますので、まあ、もしね、ヤフロコを使って予約をする場合は、ここのキャンペーンに参加するのはかなりお得かなと思います。で、見る限りは、この 20%還元の上限が多分今なさそうだったので、かなり今は高い、ね、飲食店行ってもその分の20%がおそらく戻ってくるのかなと思います。まあ、僕がちょっと上限を探しきれなかったっていうのもあるかもしれないんですが、もし参加される方はキャンペーンページをしっかり読んだ上で参加してみてください。そして相性のいいポイントサイト、10月11日時点なんですけども、ECNavi ということで、 一応300円相当のポイントをもらうことができます。300円相当ってめちゃくちゃでかいですよね。で、多分ちょっとキャンペーンページというか、その EC ナビのページを見る限りは、で、この300円相当に関してはおそらく1回のみだけなのかなと思います。ちょっとこのキャンペーンページで見た限りですね。で、続きまして1級 .com ですね。ここも初めてまとめさせていただいたんですが、 まず、ポイントの付与日に関しては、来店日の翌月の10日頃と。で、ポイント付与の上限は今のところなしという感じでしたね。次、ポイントの有効期限なんですけども、2021年の3月の31日まで、GoToEat 以外に貯まるポイントなんですけども、これは T ポイントが貯まります。で、独自の特典なんですけども、ありということなんですが、今現在この一級 .com の場合、一級ポイントっていうのが10%還元されるキャンペーンというのが行っております。 まあこのページにも出ている通り、一級 .com レストランでは獲得ポイントをその場で利用できるようになりました。合計金額から実質10%引きでご予約いただけますということですので、まあ、結構ね、高級料理とかが多いイメージがあるこの一級 .com ですので、まあ、もしね、利用される際はかなり予約したらお得になるかなと思います。ですけども、予約の期間というのがちゃんと決まってまして、2020年の10月の31日土曜日までとなっておりますので、ここはしっかりと確認した上で利用してみるのもいいんじゃないかなと思いますね。 で、相性の良い,いポイントサイトということで、一応笑うということですね。笑うの場合、このドッ c o m レストラン。 に予約をする場合、経由したらですね。今のところ1%分利用代金の1%分が還元されますので、まあ、もしね。この1キロと com を利用される際は笑う経由で使うのもいいと思いますね。まあ、そんなこんなで、今回は Goto eat キャンペーンに関するルール変更プラス、各サイトまとめについてお伝えさせていただきました。まあ、ここ数日からね。かなりメディアで取り上げられるようになってから、まあ、ここから急にルール変更があったりとかなり。まあ、大変なところではあると思うんですけども。 なんちゃかんじゃね、GoTo イ a トキャンペーンについてはかなりお得ですので、僕はまあ変わらず利用できる分に関しては、これからも利用しようかなというふうに思っております。まあもし今後もね、まあ何かしらのルール変更であったりとか、何かしらの情報があれば、その時はまた動画にしようかなというふうに思っております。で、今回お伝えしたね、AC ナビ、そしてポイントサイト笑うに関しての登録が窓の方いらっしゃいましたら、下の概要欄にリンク貼っておりますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうも。 ありがとうございました。